はいどうも皆さんプロスペです。2024年3月16日、北陸新幹線が敦賀駅まで延伸開業し、福井県から東京まで直通列車で行くことができるようになりました。その一方で、敦賀より先の小浜京都ルートについては課題が多く、開業の見込みが立っていません。そのため敦賀より先の区間は小浜京都ルートではなく、かつて検討された米原ルートで建設するべきだという声も上がっています。そこでこの動画では、まず小浜京都ルートと米原ルートを比較し、その後米原ルートに乗り気でないとされる JR 西日本に代わって、JR 東海が米原ルートを運行する可能性について考えていきたいと思います。まずは、小浜京都ルートと米原ルートの比較を行っていきましょう。小浜京都ルートというのは、敦賀から福井県の小浜を経由して京都に行き、そこから東海道新幹線の南側を通って新大阪駅に至るルートのことです。このルートは様々な課題を抱えているために、建設することが困難となっています。それでは小浜京都ルートが抱える課題について、少し詳しく見てみましょう。小浜京都ルートは建設延長が 140km 以上と長いため、約2兆1000億円という巨額の建設費がかかると試算されています。建設費が高いこともあり、北陸新幹線の小浜京都ルートは、費用対効果がかなり低くなる見込みです。小浜京都ルートの費用対効果を具体的な数値で確認するために、費用便益比という指標を見てみましょう。費用便益比とは、総便益を総費用で割った値のことであり、総便益には時間短縮便益などが、総費用には建設費、用地関係費、維持改良費などが含まれます。小浜京都ルートの総便益は、総費用をわずかに上回る程度であり、費用便益比は 1.05 とギリギリ1を上回る程度となっています。さらに、現在は建設費が約2兆1000億円と試算された2016年と比べて物価が上昇しており、再試算すれば小浜京都ルートは費用便益比が1を下回る可能性が高いでしょう。実際に北陸新幹線の金沢から敦賀の区間も、再評価の結果物価上昇などの影響で、費用便益比が1を下回ると試算されており、小浜京都ルートにも同じようなことが起きると考えられます。そして国は北陸新幹線などの整備新幹線について、費用便益比が1を上回ると予測されることを、着工条件の一つとして挙げています。なので費用便益比が1を下回ると見込まれる小浜京都ルートでは、着工条件を満たしていないと判断される可能性が高いのです。費用便益比が1を下回るというのは言い換えれば、かかる費用よりも少ない便益しか受けられないということです。新幹線は移動の利便性を向上させるだけのものであり、国民の生活に不可欠なものであるというわけでもないので、便益よりも費用が大きくなる見込みの小浜京都ルートに関しては、着工しないというのが国としては妥当な判断であると言えるでしょう。ただ細かいことを言うと、費用便益比は貨幣換算が可能なものについてしか計算していないので、貨幣換算ができない部分で、コストを上回るメリットが得られる可能性はあります。しかし数値化できないメリットがコストを上回る可能性があるというだけでは、小浜京都ルートの建設について、国民への説明責任を果たすことはできないでしょう。また小浜京都ルートは費用対効果という課題に加えて、環境問題という課題も抱えています。小浜京都ルートは全体の8割がトンネルとなる計画であり、建設にあたっては膨大な量の土を掘り起こすことになります。そのため小浜京都ルート沿線の南丹市美山地区からは、残土を運ぶ大量のダンプカーが通行すると見込まれることや、工事の影響で有害な物質が川に流れ込む可能性があることなどを理由に、市を通じて国に小浜京都ルートの白紙撤回を求める要望書が提出されています。また京都市からも、地下水が枯れる恐れがあることなどを理由に、国に対して計画の白紙撤回を求める署名が提出されています。過去には沿線自治体の反対運動などによって、新幹線の建設が中止になった事例があることも考えると、このように住民による建設反対の動きがあることは、小浜京都ルートにとって大きな障害であると言えるでしょう。ここまで見てきたことからわかる通り様々な課題がある小浜京都ルートと比べると、建設が比較的容易であるとされているのが米原ルートです。米原ルートというのは、敦賀駅から南下して東海道新幹線の米原駅までを建設し、そこからは東海道新幹線に乗り換えるルートのことです。米原ルートは建設延長が約 50km と短いことから、国土交通省の試算でも滋賀県の試算でも、小浜京都ルートよりかなり安い費用で建設することが可能であるとされています。そのため費用便益比もかなり高い値であり、昨今の物価上昇を考慮しても、費用便益比が1を上回る可能性が高いでしょう。そのため整備新幹線の着工条件の一つである、費用便益比が1以上であるということに関しては、米原ルートは問題なく満たせると思われます。また米原ルートは山地の部分が短く、大都市もないため用地の確保が比較的容易であることを踏まえれば、小浜京都ルートのような長大トンネルは建設されないと予想されるので、環境問題の懸念も小さいです。
このように米原ルートは建設が容易であることから、早期の全線開通を望む北陸地域では、石川県の加賀市長が米原ルートをお願いしますと発言するなど、小浜京都ルートに代わって米原ルートの建設を求める動きも出てきています。建設のしやすさという面で2つのルートを比較したところで、所要時間という面でも2つのルートを比較してみましょう。2つのルートそれぞれの、金沢から大阪、名古屋への所要時間を表にまとめると、このようになります。この表を見ると、関西に行く場合は小浜京都ルートが便利であり、東海に行く場合は米原ルートの方が便利だということがわかりますね。このように所要時間という面では、2つのルートに異なる優れた点があるわけですが、北陸新幹線のルートとして適しているのはどちらなのでしょうか。それを考えるためには、北陸と関西との間の移動需要と、北陸と東海との間の移動需要を比べる必要があるでしょう。というわけで移動需要を比較するために、国が調査した誘導の大きさを見ていきましょう。ただ誘導の中でも日常的な誘導は、一般的に移動距離が短く、そのような移動の利便性は、新幹線が開業したとしても高まりません。ですから新幹線について考えるために移動需要を見るときは、誘導から日常的な移動の影響は排除することが好ましいです。そのため日常的な移動の影響によって、誘導が極端に多くなっていると考えられる、嶺南地域と周辺3地域の間の誘導については、集計の対象外とすることにします。この注意点を踏まえて、まずは鉄道での誘導を比較すると、北陸と関西の間の方が、北陸と東海の間よりも、誘導が大きいということがわかります。ただ、現在は高速バスや自家用車で移動している人であっても、新幹線開業によって鉄道が便利になれば、鉄道で移動するようになるということも当然考えられるわけで、鉄道のみの誘導を考えることは、適切とは言えません。そこで鉄道以外も含めた誘導を見ると、鉄道のみの場合とは異なり、僅差ではありますが北陸と東海の間の方が、北陸と関西の間よりも誘導が大きいことがわかります。このことから、北陸と関西の間の移動需要と、北陸と東海の間の移動需要の大きさは同程度であるということができます。そのため北陸新幹線は、北陸と関西の間の所要時間と、北陸と東海の間の所要時間のバランスが取れたルートで建設するべきでしょう。ここで2つのルートそれぞれの、金沢から大阪、名古屋への所要時間を再び確認すると、小浜京都ルートは米原ルートに比べて、金沢名古屋間の所要時間がかなり長くなっている一方で、米原ルートの金沢大阪間の所要時間は、小浜京都ルートとそこまで変わらないということがわかります。このことから、北陸と関西、北陸と東海の間の所要時間のバランスが取れているのは米原ルートであり、所要時間という面で見ても、米原ルートは小浜京都ルートより優れていると言っていいでしょう。なお、小浜京都ルートは中国、四国、九州への所要時間が短いというメリットはありますが、北陸とこれらの地域の間の誘導は、関西や東海の間の誘導と比べると小さいので、このメリットについてはあまり考慮しなくていいでしょう。また所要時間という面では、北陸関西間と北陸東海間のバランスという点だけでなく、リニア開通後の東京方面への所要時間という点でも、米原ルートは優れています。小浜京都ルートは東京とは反対方面に行くことに加えて、京都駅にはリニアが通らないということもあり、北陸からリニアへの乗り継ぎはかなり不便です。一方で米原ルートは、先ほど述べた通り名古屋へ行くのに便利であるため、当然名古屋駅でのリニアへの乗り換えにも便利です。そのため米原ルートで北陸新幹線が開通すれば、福井から東京へは北陸新幹線で行くよりも、名古屋経由でリニアに乗り換えた方が1時間弱早く着くようになると試算されています。ここまで小浜京都ルートと米原ルートを比較してきたので、ここからは米原ルートを JR 東海が運行する可能性について考えていきたいと思います。北陸新幹線を運行しているのは JR 西日本であり、普通に考えれば米原ルートも JR 西日本が運行することになりそうです。にもかかわらず、JR 東海が米原ルートを運行する可能性を検討することに疑問を感じる方もいるでしょう。その疑問に答えるためには、そもそもなぜ米原ルートではなく小浜京都ルートが選ばれているのかということについて説明する必要があります。米原ルートが選ばれなかった理由として最も大きなものは、関西方面に行くのに乗り換えが必要となることでしょう。米原ルートは、路線を東海道新幹線の米原駅までしか建設しないので、北陸から関西への移動で乗り換えが発生してしまうのです。一方で小浜京都ルートは新大阪駅まで全区間新たに路線を建設するため、北陸から乗り換えなしで京都や新大阪に行けるようになります。北陸新幹線と東海道新幹線の間で直通運転ができれば、米原ルートでも乗り換えは発生しませんが、
直通運転は JR 東海が到底困難であると表明しているため、現段階では直通運転が可能という前提で米原ルートを建設することはできません。また北陸新幹線敦賀以南の運行主体として想定されている JR 西日本が米原ルートには乗り気ではないとされているという問題もあります。先ほども述べた通り、小浜京都ルートは新大阪までの全区間で路線を新たに建設します。この新しく建設された路線の運行は JR 西日本が担当する予定なので、北陸新幹線の敦賀から新大阪の区間の収益は、すべて JR 西日本が受け取ることになります。しかし米原ルートでは、米原から新大阪は東海道新幹線で移動することになるので、敦賀から新大阪の区間の収益の一部が JR 東海へと流れてしまうのです。このように得られる収益が減ってしまうことから、JR 西日本としては、北陸新幹線が米原ルートで建設されることは避けたいと考えていると思われます。これらの理由があるため、北陸新幹線は米原ルートではなく小浜京都ルートで建設されることとなったのでしょう。しかし先ほど見たことからもわかる通り、北陸新幹線のルートとして選ばれた小浜京都ルートは、建設が困難な状況です。このような現状を打破するために、JR 東海が米原ルートを運行する可能性を検討することには、価値があると考えます。北陸新幹線は JR 西日本のものなのだから、JR 東海が米原ルートを運行することなどできるはずがないと思う方もいるでしょう。しかし、実は北陸新幹線などの整備新幹線は、JR 西日本などの JR が自ら建設しているわけではなく、鉄道、運輸機構が建設し、JR 各社は鉄道、運輸機構が所有する施設を、貸付料を払って借りるという形式をとっています。そのため JR 西日本の同意がなくても、米原ルートは JR 東海に運行してもらうということは、理論上可能なのです。米原ルートの運行を JR 東海に任せると、どのような効果が見込めるのでしょうか。まず、JR 西日本が反対したとしても、北陸新幹線を米原ルートで建設できるようになります。これまで米原ルートについては、JR 西日本が反対するので不可能だという意見が多かったです。しかし、運行主体を JR 東海にしてしまえば、JR 西日本がどれだけ反対しても関係ないのです。JR 東海が米原ルートを運行することによる効果としては、自社が得られる収益が大きくなることにより、JR 東海が北陸新幹線の東海道新幹線乗り入れを本格的に検討するようになることも期待できます。直通運転には運行システムの違いなど技術的な課題があるとされますが、滋賀県が指摘するように、技術的課題は技術で解決することが可能です。また、東海道新幹線のダイヤの都合上直通運転は不可能だという指摘もありますが、東海道新幹線では毎時1本以上、東京と名古屋伊東の駅を結ぶ列車が運行されています。このことから考えれば、名古屋方面と新大阪方面それぞれに毎時1本以上直通列車を設定することは、不可能であるとは言い切れないでしょう。もちろんすぐには JR 東海が直通運転を認めないという可能性もあるわけですが、リニアが開通すれば状況が変わることもあり得ます。実際に JR 東海は、リニア開通後の北陸新幹線と東海道新幹線の直通運転については、先の話で想定は難しいとしており、可能性を否定はしていません。一時的にでも米原で乗り換えが発生する可能性があるなら、やはり小浜京都ルートの方がいいのではないかという意見もあるかもしれません。しかし先ほど確認した通り、米原で乗り換えが発生するとしても、費用対効果や名古屋方面への所要時間という点では、米原ルートの方が優れています。そしてもし北陸新幹線と東海道新幹線の直通が実現すれば、費用便益比は 3.28 という、他のルートを圧倒する数値になると試算されているのです。これらのことから考えれば、たとえ一時的に乗り換えが発生するとしても、北陸新幹線は米原ルートで建設するべきだと言えるでしょう。このように JR 東海が米原ルートを運行することには、様々なメリットがあるわけですが、現時点でそれが本当に現実的なのかというと、それはかなり怪しいところです。現状から考えられる最も現実的な可能性は、北陸新幹線が永久に敦賀止まりになることでしょう。しかし、言うまでもなくそれは望ましい結末とは言えません。そのような結末を回避したいなら、現時点では現実的でなくても、小浜京都ルートではなく米原ルート、JR 西日本が認めないなら、運行主体を JR 東海にするという世論を形成していくべきではないでしょうか。いっそのこと、北陸新幹線の計画は事実上凍結して、米原ルートを北陸中京新幹線として整備するという世論を形成してもいいかもしれません。いずれにしても、北陸新幹線を適切に開通させるためには、小浜京都ルートへのこだわりを捨てるべきであることは間違いないでしょう。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。